はーい。こんにちは。この背景覚えてますか？今日は谷口楽器に来てます。谷口楽器。なんか、クロマチックの配列のバンドネオンがこちらのお店に置いてあるというのをね、ちょっと知ったので、ちょっと弾いてみたいと思ってね、ちょっと今日はこれを。小松さんの対談の動画で出てきたんですけど、クロマチックって小春のあのボタンアコーディオンあるじゃないですか。それの配列のあのバンドネオンがあるんだよっていうのをね、ちょっとその対談の中で知って、それちょっと触ってみたいなと思ってて、もうちょっと本当にあの小松さんとの会話のもう何、あの動画の後からもうずっとネットで探してたら、谷口楽器にあるじゃんと思って、ね、ちょっと弾いてみたいので、ちょっと取り置きをしてもらってもいいですかってずっと頼んでたんですよ。それでもうなんかちょっと取り置きをもうずっともう数ヶ月お願いしまくってて、本当すいませんって感じだったんで、ちょっと今日はこれを試奏しに来ました。クロマチックバンドネオンだよ。でもなんか動画撮るって言ったら誰もいなくなった。すいません、こちらのバンドネオンって、すいません、これって何のどこの何でしたっけ？アメリカっていう、名前がアメリカ、中古品のアメリカ、これがクロマチックバンドネオンなんですね。なんだけどね、ちょっと今日はね、到着してね、本当にね、衝撃的なことを知ったんだけど、本当にこれちょっと表を見せたところでちょっと伝わるかわかんないんだけど、クロマチックっていうね、こう半音階ではあるんだけど、小春のアコーディオンの配列と違かったんだよね。泣くよね。なんか普通に、だからもうこれしちょったら弾けるもんなのかと、ちょっと軽い気持ちで来たのに並びが違ったの。もうはーっていう、ちょっと待って、予想外の音になるんだけど、ちょっと待って、もう全然、もうでもなんかちょっとだけ弾いて帰りたいよね。これ右手でメロディ、まあ、あんまそういうことじゃないんですかね、もうバンドネオンって。もうそういうことじゃないですよ。そうですね、もう両手を使って。そうだよね。でもまあちょっと音域的にはちょっと和音だけでもやりたい。ダメだ、もうこれマジ表を見ないとマジで。待って、ちょっとできた。これしかできない。すごい。もうなんでこの右手と左手の配列が違うの？まあでもそんなこと言ったら、まあ、アコーディオンも同じことだね。そうね。まあね、なんで左手和音出るのって話だし、まああんまちょっと、自分とね、違う配列の楽器を触るとみんな同じこと言うんだろうな、これ。この配列のこの配列弾けてる動画とかないんですかね。こんなんでどういう曲が弾けるのまずっていう、なんかこんななんでめちゃめちゃドレミがめちゃめちゃ遠いよ。まあでもバンドネオンは他のもそうか。このね、私が思ってたのとちょっと違ったこの配列のこのアメリカって名前のやつは癖が強いんで、クセロー式で大丈夫ですか？そう、クセローさん、はい、クセローさん、そうでした、クセローさんが作った癖のある配列、クセロー式だそうなんですけど、私と同じ、ね、私のボタンコーディオンと同じ配列の、ペギリ式、ペギリ式、はい、じゃあペギリ式が到着したら、また教えてください。このちょっとね、癖があるクセローは、ちょっと本当にかけらもマジ弾けない問題が。
いやいや、もう本当にこれでどうやってタンゴ弾けんの、まず。めちゃめちゃ遠くなんだよな、これ。でも、バンドネオンはみんなそうか。他の、もう一個のやつね、実際のやつの方がもっと遠いもんね。マジ。全然弾けなーい。弾けないよー。ちょっと、これはね、このクロマチックバンドネオンってやつは、ほら、本来のあのバンドネオンと違って、押しても弾いても同じ音だから、ちょっとそれは嬉しい。ちょっと優しい目。優しい目。ああ、でもちょっと。また、なんで配列が3種類もあるんだよっていう話ですよね。もう一個のやつは、なんていう。もう一個のやつは、なかなか覚えられない。いや、そうですよね。マノーリ式。マノーリ式は、また、もうこれともまた。また違うんですね。なんでなの、クロマチックバンドネオンだったら、もう C システム。だけでもいいでしょ。まあでもまあそうだな、バンド、クロマチックアコーディオンでもまあ何種類かあるかも何も言えないの。なんで多すぎるよ。これはあれだね、ネットで買うときめちゃめちゃ危険ですね。このマジでバンドネオン、これはこの配列の話をめちゃめちゃ読まないと。なんか何人かね、コメントでも来てるんですよ。その小春さんの動画見て、アコーディオン始めたんだけど、なんか思ってた配列と違うんですが、何ですかって。これ B システムだ、絶対、みたいな。B システムだ、日本では売ってないでしょ。いやいや、多分ね、ネットで買ったんですよ。多分、eBayとかその類で。海外はそうですね。そう、そう。中国、ロシアは大体 B ですからね。そうなんですよ。ちょっとね、2人ぐらいいるんですよ。マジで。いや、それは違うんですよ。桑山さんの回を見てくださいって言って。見せることしかできないですけど、ちょっとね、このバンドネオンもアコーディオンも両方とも配列違うの多すぎ問題が、ちょっとこれはずっと問題とされてるんでしょうけどね。ちょっと私は今それにぶち当たってますね。まあ、ちょっと私はまあ記念でね、この紙をちょっともらうってことぐらいしかできないんですけど、ちょっとこの紙をちょっとね、もらって家で眺めるってことぐらいしかできませんけど、本当に。マジで、でもこれうっかりマジでネットとかで買わなくてよかった。これマジクロマチックね、バンドネオンだ、イエーイとか言ってで買ってみたら、なんかあれみたいな、違うぞみたいな。こんな横位置で半音階なんですよ。だから、いや、まず本当にここに親指がある限り届かないんだけど、いろんなものがもうドレミファで終わっちゃうんだけど、まあダメだよね、やっぱ。なんか声とも違いもんね、なんか。マジでこれドレミファソどうやって弾いてんだろう。ちょっと後で、クロマチックバンドネオンのこちらの、クセローさん。クセロー式の綴りをちょっと教えてもらって、ちょっとね、YouTube で見てみますね。ちょっと、弾いてる人が本当にいいのか。弾いてる人が疑わしい。クセロー式は、ここ数ヶ月全然弾かれてないそうなので、ちょっとクセローさんの配列触ってみたいという方はね、私のクロマチックアコーディオンとは全然配列が違うのですが、でも押しても弾いても同じ音だから優しいという気持ちにはなれる。でも私は今の一曲も弾けてませんけどね。ドレミファができました。ドレミファじゃない、しかもこれなんだろう、この音。ドレミファの気持ちで弾いてたけど、これが何なんだろう。クセロー式弾いてる人いますね。クセローバンドネオン。すごい。おじいちゃんですね。すごい。これはもう、もう、そっか。別の。タンゴって感じだよね。はい、ただ弾けないという動画になりました。ありがとうございました。で、
でも、いやマジで思想ってみんな大事だぞ。みんな思想って大事ということが今とてもよくわかりました。あ、謎の、あの、そういう動画にするつもりはなかったんですけど、そう、私はあの、クロマチックバンドネオを弾いてみたよっていう動画にしようと思ったのに、全然配列が違くて弾けなかったよ。思想は大事だよっていうね、そういう動画になりました。ありがとうございます。でもあの、本当にいろいろな、コンサーティナがあったり、本当、あとは最近何でしたっけ、どれでしたっけ、どれが新しく来たんでしたっけ、これですね、スカーこれ、ちっちゃい、イエーイ。ちっちゃいボタン式とか、あと、5列のね、ピエール・マリア。ちっちゃいとこれ5列ですね。あ、5列、はい、ピエール・マリアの5列。イエーイ、5列が来てる、いろいろ来てるんで、あのね、こう在庫をめちゃめちゃ抱えるというのねにはね、ちょっとね向いてないこうね楽器なので、在庫がめちゃめちゃあるというわけではないので、皆さんお早めに、そう、これがね、あのほら何でしょう、20台ずつあるわけではないので、本当に皆さんこうお早めに、これいいと思いますよ。ちょっとこれ弾いてみようかな、これ。ああ、ぜひぜひぜひ。はい。すごい、この横のバンドまで青い。なかなかないですよ、これ。そうなんです。ねえ。ここの蛇腹止めもついてるんです。後でつけられるようについてるんですけど、同じ色なんです。すごい。あのここら辺をね、あの別の色でわざわざ作るって大変なんですよ、工場的に。なんて、いや本当に皆さんね、あのこれが普通にあると思っちゃいけない。あ、イエーイ。あ、切り替えボタンがついている。切り替えボタンが、あのこちらの、これはフレンチタイプというね、この前に動画でも紹介したかもしれないですけど、おしゃれだねっていうね、ちょっとあの説明雑ですけど、おしゃれだねっていうね、あのフレンチタイプは、ここの切り替えボタンが外側にあるのはちょっとおしゃれじゃないねということでね、内側にあるんですよ、おしゃれだねということです。はい、イエーイ、いい音だな。しかも品がある、なんかこのちっちゃい音でも。いいなこれ。フランスっぽい曲が合うぞ。そりゃそうだな。そりゃそうだな。あ、でもここだけこうなんかキッズっぽい感じ。若干のキッズさ。あ、なんかこの止めてるところが可愛いね。美人にみんなそうなってる。そうだろ。これ可愛い、このイタリアの。箇所だけそれな。何この置く場所のね、この置くゴム、ちょっと全然伝わるかどうかわかんないけど、なんでこれ盛り上がってるのかわかんないかもしれないけど、このアコーディオン置く時のこうドンっていうところのこのゴムですよ。かわいい。ちなみに初代、私の初代ブガリはここから落としたっていうのもあってね、一個破損しててもね、ゆるゆるしててね、これは大事です皆さん、これは絶対あった方がいい。このもう全然何に盛り上がってんだかわかんないと思うんですけど。あ、でかい音が。
その両手をちゃんと写してくださいって言われるからめちゃめちゃ気にしながら弾くんだよね。そう、なんかすごい気にしながら最近弾いてんの、ちょっと。そう。はい、これでわかりましたか？あ、違う、キーが違った。間違えた。これだ。弾けますね。全然。これは何個ですか？60。でも全然60で弾けるな。全然弾けるな。60って言ったって。ちなみに私のやつは120ってやつなんだけど、それより半分のサイズでも全然弾けるね。もう、いろんな曲が多分。ここら辺のね、ここら辺があればって、まあ、どの楽器でもあるわ、ここら辺は。じゃあ今、ここら辺があればって、ない楽器はない。はい。いや、全然大丈夫だね。これは、重さももう一生弾いてられるぞ、これ。いや、本当に。もう、全然弾け、もう、なんだろう。セカンドバックぐらいだよ。まあ小春の中でのね。あとセカンドバックぐらいだから、これもう全然。皆さん、こうね、こう秋口ぐらいに発売しようと思ってるベベメデューサをね、ちょっと狙ってる人の中で、でも私は予算があるって人は絶対こっちの方がいいからな。それだけは言っとくぞ、マジで。私のは手頃な値段イコールうんっていうことですから、もうこちらの方がよっぽど5億倍ぐらいいい音なんで、ちょっとそこだけはね、ちゃんと考えながら悩んでください。いいですよ。いろんなの思想してから考えた方がいいですよ。プロからの忠告でした。はい、じゃあちょっともう一個だけ。今日は来たんだもんだって、もう全然バンドには弾けなかったから。すごい。ちっちゃいのに全然、持ち方がもう異様なことになっちゃう、もう軽すぎて。すごいなとか言って。それ一応フレンチタイプなんで、うん、セブンスまでしかないんですけど、デミニッシュもだから出せるタイプ。はい。ありがとうございます。いやー、こちら中古なんですか？そうなんです。誰が弾いていたの？あ、すごい。空気ボタンがちょっと、なんか指が痛くなる。何これ？すごい。空気ボタンがなんか斬新な板。そう。すごい。もうね、ちょっとね、小春が喜ぶ要素がね、これはね、もうアコーディオンプレイヤーにしか分かんないところだから、ちょっとこいつなんで喜んでるんだろうって思われるかもしれないんですけど、あら、これはどうやってでかくするの？あ、下。何それ？そういうこと？やりづらい。いやいやいや、ほら、だからそれの方がやっぱおしゃれさですね。ここにも多分見えない方がじゃない？そうかそうか、そうですね。上見えちゃいますからね。そんな気にすんなよ。でもまあ、やっぱここに何もない方が、やっぱだから、本当は、だからフレンチタイプ蛇腹止めないんですよね、多分ね。そう、あと、置いた時に座りがいいんですよね。蛇腹止めあると、ガタガタしてるじゃないですか。ああ。式って。鍵盤式はもともとここがグキってなってるんで。なるほど。ボタンってここツルンとしてるんで、蛇腹止めはなければ置けるんですよ。あー、縦にね。はい。なるほど。ちょっと置くときね。だからうちでもピエールマリアとジャバラドもつけたいっていう人は、じゃあ上だけつけますか。それいいね。置くときにはだいぶ。それは。あと下外し忘れがなくなるっていう。確かに。もうあれ最悪だから。
あれ一回大会で見たんだから、もう下、え、見ました、もう下でもう、はい、すごいビジュアルがすごい、これすごい、すごい、すごい、これはすごいよ。え、これはどれ、ないんです、あ、いいね、いいね、いいねなわけないかわあ、すごい、もうなんか、すごい弾いてたんだこれで、へこんでないんですか、もしかして。あ、本当だ、色はついてるんですよ色ついててもしょうがないじゃんねやば、まあでもこれはあれだな、もういろいろなデザイン重視がゆえのだな、きっと。すげー、まずこれを初めて見た、こんな、何これ、お金が貯まりそうこんなキラキラちょっとね、前回の蛇腹談義で蒲田行進曲を弾いてほしいって言われたのに、全然右手が見えなかったっていう動画をね、私は載せたので、あの、やっぱね、家で撮るとね、あれ、もうちょ、この、でも、ま、よりによってなんでこんなキンキラキンで弾いてん、ま、ま、でもいいですね。ビジュアルとの、ビジュアルとの差がすごい。はい、どうでしょう、ま、どうもないね、どうもこうもないですね。ヨーロッパと日本の謎の融合、ありがとうございました。ま、これはね、あの、中古でございますので1点ですけども、これはやばいな、なんか、いや、1個欲しい感じもなるよなこれ、さすがに、やっぱこれはやばいよな。いやー、ちょっと、ちなみにこれはいくら、ね、いくらにする予定なの、まだ出してないの。あー、まだ出してないの、出してない、あ、下に、ネットにも出してない。あ、そうなんだ、一応これぐらいなの。あ、55万。うわー、ちょっと考えたい、小春、マジで。いやー、これだってやばいもん、だってこれやばいもん。まあでも、さんならいいか。いや、これやばくない、いや、ちょっとやばいな、これやばいな。え、まあ、いつ弾くのって聞かれたら、確かにいつ弾くのって気持ちにもなるけど、いや、でもこれやばいな、これ。私はやっぱね、写真を撮る時のビジュアルとかもすげえ考えちゃうんだよね。やばいな、これちょっとやばいですね。まあでも、あの、これ、あの、動画見て、もう、あの、私が、あの、先にね、買わせていただきますって方いましたら、あの、全然、あの、これはね、早いもん勝ちなので。やばいですね、この、多分ね、動画で写ってるよりも黄色なの。これ全然、動画で写ってる5倍ぐらい黄色だから、本当に。これはぜひ、あの、弾いてみてください。弾いてみてくださいっていうのもあれですけど、ちょっとミニだけでも来てください。はい、すげえ。はい、というわけでね、皆さん、私はクロマチックバンドネオを弾きに来たつもりが、あの、ちょっといろんな理由で全然弾けなかったっていう、ね、話ですけれども、ちょっと今日はね、でもね、あの、こちらの谷口楽器のちょっとね、この上着をね、ちょっといただいてしまいましたので、私もあの、谷口の仲間入りということでね、谷口小春としてね、活動できればなと思っておりますけれども、以上になりますそれでは皆さん、さようならはい、すみません、大丈夫ですか、まあ、あの、これがもう面白かった、本当ですか
ー